やっぱり馬も親子は似ているのか。母、歌。父、かっこいいんですけど。キャラ、キャラ。お姉がもう女子に夢中です。はい、キョロ。あ、かっこいい、父。父、キョロ。そしてこの父と母から生まれた子がこちらです。今年生まれましたベル。女の子の、まあ、0歳。お姉ちゃんは2021年生まれのユニ。こちらも女の子です。似ていますでしょうか。どっちがどっちか分かりますでしょうか。ちょっとこれを見てほしいんですけど、ここに注目してもらえますかね。模様なんですよ、模様。まあ、見ようによってはあのハートマークを逆さまにした感じの模様になってるんですけど、こちらをちょっと覚えててください。でこれは2021年ユニの映像です。そしてですね、こちらです。今年生まれたベルです。若干の色のこう濃い薄いはあるんですけど、見てください、わかりますか。この同じようなこの模様が入ってるんですよね。あ、なんかもうここまで似るかっていう、これはちょっと驚き。でこのマークですね、実はあの父キョロにあるマークです。同じこの場所にある。キョロの場合はちょっとスタイリッシュなハート柄なんですけど、まあこうハート、逆ハート、なんか羨ましいほどにお揃いで、しかもなんか可愛い模様がお揃いってよくないですか。ちなみにこのユニなんですけども、あの今では立派に成長してもうお母さんになりました。どうです、ハート柄もダイナミックなハートになりました。ありとも宇宙りたい、ありとも宇宙りたい、かわいい子供産んだんです。ありとも宇宙りたい、ありとも今日は大丈夫、あるとも映りたい、あるとも、あるとも紹介してもらいたい。今紹介したユニ、ベルの間にもう一頭女の子がいるんですけれども、その子はまた似てるのかっていうと、ドン、ユニ、ベルってきて、ラク、ラクだけちょっと違うっていうね。で、なんでこういう色合いかっていうと、父がキョロじゃなくてジューベなんです。なんかまあ歌い一族でこう子供たちを比較してみると、生まれた子供はみんなこう見た目は父親に結構似ている。確率的な問題はよくわからないですけど、みんな歌よりもそれぞれのお父さんに似ているかなという感じの、まあ、見た目になってますね。母、つゆ。はい、そして先ほども出てきました父、キョロ。このつゆとキョロから生まれた子供がドン。あれより白くない。キヤマは、まあ、つゆとキョロの子供なんですけど、どっちに見た目似てるってなんかちょっと言い切れないような色合いで、これはねちょっと予想外な色合いで生まれてきました。あんまりあれかな、つゆの一族はお父さんに似ないのかな。次、キューマのお姉ちゃん。しーちゃんだけど
ちゃんだけど。しーちゃんだけど。しーちゃんあまり近くに来れば全部映らない。お尻かいてほしいけど。しーちゃんだけど、ピョン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 。あの。ちょっと。で、このしーちゃんのお父さんは、キューマのお父さんとは別で。ジュベこっち向いて。ジュベこっち向いて。ジューベイです。なんか下るのかな。色合い的にはどっちかっていう梅雨寄りっていう気もしないでもないけど、何が似てるって表情とかなんか雰囲気とかがお父さんにめっちゃ似てるんですよね。ここでさっきの歌一族に出てきたラク、ラクもジューベイの子供なんですけど、このラクとシーちゃんが本当にウリ二つなので、ちょっと見比べてみます。しーちゃんだけど、しーちゃんだけど、しーちゃんだけど、しーちゃんではありません。楽です、楽です。やっぱりどこかお父さんの方が似てる部分が結構あるような気がしないでもない。さっきの歌一族のユニとベルのようにお父さんとお母さんが一緒であれだけそっくりに生まれる子もいれば、同じようにお母さんお父さんが一緒でも色が違う風に生まれる兄弟もいるというくらい、本当に生まれてみないと色合いとかもどういう風な子が生まれるのかが全然予想がつかないところがまたね面白いところかなと思います。こちらの家系図、フェイスタオルになっており、牧場またはオンラインショップにて絶賛販売中になっております。母つゆ。さっそうと言っちゃうしさ、紹介させて。この道よ、この道、キョロが作ったこの道、ちゃんと歩けるし、ちゃんとね、すごいよね。はい、父、ザ母もそこにいる。父、父、ん？何父父父ってのって。ちょっと。